ほど。遥か昔、沖縄がまだ琉球だった頃、西洋のコロシアムで見せ物として逆立ちで戦わされていた通り、それこそがサコド。二の腕は大腿筋よりも発達し、逆立ちの状態で足を振り下ろして戦っていた。コロシアムからの脱走を試みた際、漁師が使えなかったため、西洋から琉球までを逆立ち一つで渡ってきたという伝説の戦闘民族である。時を経て琉球は沖縄に変わった今、サコードの末裔は今も生きているが、先祖同士戦わされていた名残で平和となった今の世もまだ生き残りをかけた戦いを続けるのであった。サコード第5回ワイズカフェカップ、今回は初めての室内戦、久茂地にあるフリースタイルバールーム、またの名を逆立ちの部屋からお送りいたします。今回もサコード、こいつらだ。さあ、リースク選手、試合前のアップを開始だ。 iPad を引きずっている、斬新です。天下統一では4大会天下人を取っている史上最強のサコード、圧倒的持久力と機動力、逆立ち界のプリウス、ディースケ。決して能力は高くないが、その飛んだ演技力で道家を演じることで空間を支配する。サコードランキング4位、逆立ち俳優、両座ハンドウォーカー。あ、これはまずいものが映ってしまいました。サコードの世界にも悪しき文化がはびこっているのか、これはいけません。試合前に決めようとしている逆立ち俳優、決められない。試合前に手首を痛めてしまいました。白座ちゃん、ハッピーバレンタイン、ハッピーバレンタイン。なかなか結果の出せなかった一番の努力家は、ついに前回モガメンカップの乱世を制した。千里の道も一歩から、サコードランキング5位、秀才エリート、ガキさん。初の室内戦ということで、どういうお気持ちですか？これまでオフロードで戦ってきましたが、前回大会3位ということで、会場も整えてもらって、今日はより上の順位になれるように頑張ります。ありがとうございます。クソ真面目なコメントありがとうございます。第2回大会では天下人となり、衝撃のデビューを飾った。スピードパワーではディスケを上回る中山の横綱、サコードの父とサコウメの母を両親に持つサコブレッドであり、圧倒的逆立ちスキルを持つ。サコードランキング2位、逆立ち中型2位、カッキー。まあ、ライバル、大きなライバル、ディスケ選手に対してコメントありますか？今回の試合、期待してます。さあ、今回のニューサコード、謎の逆立ち犯罪組織、逆立ちの部屋からの刺客、激アツなバイブスと長身が武器、若さでフィールドを駆け回れ、ポジティブバカ野郎、ターツ。初参戦、ターツ選手、ルーム代表として、そして今回はホーム室内戦ということで、今回の意気込みをお願いします。まあ、初めてなんですけど、まあまあ一番若いってことなんですけど、まあ上は関係ないですけど、若さ、勢いでいきたいと思います。かませんにはならないです。面白い。ありがとうございます。同じく今回のニューサコード、ダンスで鍛えた驚異のバランス感と柔軟性を持つ。その不敵な笑みからは無限のサコ力を感じざるを得ない。超新星 TKY。 初参戦の意気込みお願いします。特に意気込みとかもないんだけど、まあ勝つだけ。ありがとうございます。
さあ、ランキング上位の4人に対し、ニューサコード2人がどのような戦いをするか楽しみです。開幕戦、ランセが始まります。ランセは全員的日本先制のバトルロイヤル形式。今回参加の6人全員が一気に逆立ちをして、最後まで逆立ちしていたものが1本となり、日本選手で優勝となります。ランス1本目始め、おっと新入りターツ2秒で死んだ。その間にカッキーのおしげちゃん、ガキさんを撃破、強力です。レッグバスターの進化系おしげちゃん。さあ、そのカッキーとディースケ、レッグバスターで打ち合う。ディースケ一旦離れ、ニューサコード TKY にレッグバスター。ヒットするが倒れない、持ちこたえた。しかし軸を見失ったか、バランス崩れてフィールドに沈みました。さあ、残った2人はランキング1位と2位の一騎打ち。カッキーの一発、リースケの一発。さあ、リースケバランスアウト、カッキー一本。さあ、角度を変えてのリプレイです。カッキー一発、リースケ一発、おっと2人邪魔だぞ。すごい打ち合いでした。ライバル対決をカッキーが制します。リプレイもう一本、人知れず渋い技を繰り出していたのがローズハンドウォーカー。地面ギリギリで耐える攻撃回避技ですが、出す場所を間違った。さあ、カッキー1本で迎えるランス2本目始め。おっと、これは道路の斧、逆立ちの勢いに任せて相手に倒れる超下道技、危険です。カッキーガキさんに強力なレッグバスター。本日のカッキー圧倒的攻撃力。さあ、ニューサコードティッケワイとカッキーの一騎打ち。あった、落ちた。新人ながらもすごいバランスと体力でした。さあ、残るディースケ、トートンの術で隠れておりました。隠れて体力を温存、ディースケ選手それで距離を取って持久戦に持ち込む。さあ、カッキーガスケツでアウト、ディースケ一本。カッキーディースケ一本で迎える3本目始め。さあ、ターツ俊志、ここまで爪痕ゼロのツルツルでございます。さあ、ターツ以外はさすがのサコード、安定しております。さあ、お互い見合ってる。先に動いたのはティッケワイ、柔軟性を生かしたすごい打ち方、クレセントムーンキック。おー、一発いった。火力不足、両座ハンドウォーカーも仕方います。さあ、クレセントムーンキック、三日月キックです。サコードは英語も勉強できます。おっと、ここで地獄グラマー、リースケを葬る。カッキー連戦でガスケツアウト。さあ、ガキさんとティッケワイの一騎打ち、攻め焦ったティッケワイ、先に落ちた。ガキさんよく辛抱しました。ガキさん一本。さあ、カッキー、リースケ、ガキさん、三つ巴で迎える4本目。ターツ今回は長い、おめでとう2秒超え。さあ、ターツ相変わらず。さあ、動いたのはリースケ。お、ここで1本目、両にレッグバスター2発。しかし両耐えて回避します。耐える。おっと、ここで高い。ガキさん両に忍び寄るが、両バランスアウト。リースケ、ガキさん打ち合う。お互いクリティカルヒットせずバランスアウト。 TKY もガスケツアウト。ランセ覇者は逆立ち中型にカッキー、圧倒的攻撃力を見せました。おめでとうございます。次回天下天下で配信、絶対に見逃すな。さあ、自主練全然当たってない、全然当たってないぞ。ザコールド、なんかもはや持たれてる壁に。